福テレソラネットです。連日の暑さと、そしてですね雷雲の発生に見舞われております。今日もですねこちらです、えー。雷雲発生していまして、えー、今ですね強い雨が降っております。えー、まずはですねこちらのですね南アイズからいただいたリポートの情報なんですけども、はいえー、こんな感じで降ってます。晴れてんだけど、<お>大粒で雨が降ってるんです。 で向こうのほにも積乱雲みたいなのがあるということなでえ南会津で今、激しい雷雨に見舞われているんですそしてですね今、福島からですね南の方南東の方を見ますとここんなな様子ででですすすすほらすごくいかれ雲よ空の天井まで当たってしまってもうこれ以上上に行かないってところまで発達している雷雲なんですね、れきれいに出てますがこの下ではとっても激しい雨になっています。 今のこれ雨雲の状況なんですがこれですね福島から移ったのは田村のこの大滝の山の北側に広がる雲です、そのほか南会津の辺りの雲そしていわきの西部南部の雲なんですがこれ、ね上空の風がすごく弱いのでずっと降り続けてそして収まるという形です。郡山より南ののエリアの方 特にですね、阿武隈高地周辺、白川、南会津、東白川、こういうところでは午後7時ごろまで強い雨、あとは弱まってくるのではないかと見ております。この暑さなんですが、この雨なんですが、暑さがもたらしている。はい。今日の最高気温なんですが、うん、これだけ上がっております。高里、うんえー、山では観測史上一番、これ大記録ですけれどもね、えー、暑さになっているということなんですけれども、関係さん。はい。 なんで夏って暑くなるんだろうって考えたことあります？シンプルな疑問ですけれども、ちゃんと考えたことはないかもしれません。で、ね、こういう質問が来ております。お母さんに聞かれたんだって子供から。はいはい。夏になるとなぜ暑くなるのと質問され、思わずフリーズしました。私と一緒だ。<laughs> 子供でもわかるように教えてください。<laughs> 教えてください、斉藤先生。はい、今日はあの自由研究のね、はい、関係さんさっきやってましたけど、私からもそんな感じでやります。うん、夏はなぜ暑いのか。まず宇宙レベルの恥です。はい、話です、えー。こちらでございます。 はい、地球は太陽の周りを公転しているというこ、うん、これ習いましたよね1周365日で、はい、そして地球って傾いてるんですよ、うん、傾いているから夏この時にですね実は太陽から最も日本が近づくので、うん、太陽の光を北半球受けやすくなるあなんか思思いい出しし <laughs> <laughs> 出しししててききまたた、はい、それともう一つなんですが、はい、もう一つありますこれ地球規模の話です、えー、地球規模の話で えこちらです。気象衛星があるでしょう。でちょうどやっぱりね、あのー、夏場北半球が暑くなるとこのあたりで台風ができるんですよ。はい、台風ができるとこれ下、うん、台風ができると上昇気流が発生するでしょ。はいはい、上昇気流が発生する。そしてどこかで加工していきます。はい、高気圧が発達するんです。うん、じゃあ高気圧が来ると。 なぜ熱くなるのか、考えたことあります?。習ったことはあったかなと思います、ね。<laughs> はい。で、これですね、実は実験動画がありましてね、はい、ちょっとこちらを見ていただきたいんですが。デジタルサーモテープ、これね、一、うん、箱数十枚で数千円で購入できる。はい。 ざっくりとした書き方ですね数十枚で数千円でこ<笑><笑>まあ価格に幅がある、はい、これでね数字あの気温を測ることができるんです、うん、それからこれフィズキーパーって聞いたことあると思います100円ショップなんかで購入できて加、はい、圧して炭酸抜けを防ぐ<ー>これで高気圧がが来るるると熱くなる実験でできるんです、はい、それをこちらでご覧ください。 さっきのデジタルサーモテープを使って、圧力と気温の変化について実験をいたします。まず空のベットボトルにデジタルサーモテープを入れます。はい、そして、フィズキーパーで蓋をします。フィズキーパーって、皆さん使ったことあるかな。なかなかないかもしれないです、ね。ないかもしれないね。えー、今、この何もしない段階で26、二十六度。はい。何もしない段階でね。うん、で、フィズキーパー、これから使っていきます。中に、こうやって、プシュ、プシュ、プシュッって、空気を入れて加圧していくの。はい,はい、はい、はい。加圧していくと。 だん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 ほら気温の数字が上がって28度になってますよね、うん、つまり空気を入れる前に比べて空気を入れて圧縮すると2度上昇してる、うん、だから高気圧が来ると、はい、気圧が高くなると気温が上がる分かりやすい分かった、はい、よかったちょっとホッとした今 <laughs> 子供たたちかかったかな気圧が高いとどうなるのかというと。はい はい、外からエネルギーが加わられることで温度が上がる、まあ、おしくらまんじゅうと同じですよね、はいで、気圧が低いとどうなるかというと、エネルギーを失って温度が下がるから、うん、標高高いところは気圧が下がるから、山は寒くなるという、うん、分かりました、はい、大丈夫かなということでございます、さあ、今、気象情報もまた新たに出されました、大雨警報が発表されております、これも午後7時ごろまで,です、ねはい、強い雨に気をつけてください。 これ高気圧、うん、この赤いラインが高気圧の県内だから福島県は、はい、高気圧の中にいますねはいということで明日もですね晴れて暑くなるという話です、はい、でこういう質問も来ておりますこちらでございます、うんえー、太陽が出ていない曇り空でも気温が高いと感じるのは何が原因でしょうか確かにこれ何かというと、はい、これ WBGT 暑さ指数っていうのがあってこの暑さを感じる暑さ指数って実は気温よりも 十のうち七が湿度の効果。<う>で、明日実は福島県、湿度が十パーセントさらに上がるんです。うわ、熱中症。その通りです。うん、だから、明日はですね、熱中症警戒でございます。今日よりさらに湿度が高くなります。うん、明日の天気、見てみましょう。ということで、明日もですね。まあ、油でりって言葉がいいでしょうね。立ってるだけで汗が出る、吹き出る、そんな湿度の高い一日です。明日も午後は夕立注意。